はい、どうもこんにちは、新雪科学です。今回もまた大学院入試問題解いてみたの続きということで、2024年度東京工業大学理学院科学系の入試問題を解いていきます。先に問題解いてみたいよという方は動画の概要欄に URL 貼っているので、そちらから飛んで見てみてください。今回紹介するのはこのような問題です。ベンゼン環から CN の構造が出ているやつに、ベンゼン環から MGBR が出ているような構造、こいつを反応させて次に酸で処理してあげると何ができますか、こういった問題になっています。まずこの問題はこの矢印の上に書いてある構造ですね。ベンゼン環の部分はどうでもいいんですけど、ここに MGBR という構造が書いてあります。この MGBR という構造を見た瞬間に、あ、この反応はグリニャール反応だなというふうに気づかないといけません。もちろんこういった MGBR の構造が登場する反応ってグリニャール反応だけではないんですけれども、少なくともこういう構造をグリニャール試薬と呼びます。大学院入試を控えているレベルの方だったら、まずファーストチョイスとして MGBR という構造が出てきたら、あ、グリニャール反応だなというふうに考えるようにしてください。そしたらこの構造がグリニャール試薬だなということは分かった上で、こっちの構造を見てみます。そうするとこれはベンゼン環から CN という結合が出ています。この CN という置換基はシアノ基と呼ばれる置換基なんですけども、有機化学の分野ではこういった化合物のことをニトリルと呼びます。無機化学の分野ではシアノ基がついたような化合物はシアン化合物と呼ぶことが多いんですけど、有機化学の分野ではニトリルと呼ぶことに注意してください。なので人によってはこのシアノ基のことをそのままニトリル基と呼ぶ方もいます。そしてこの化合物自体はベンゼン環からニトリルが飛び出ているということで、そのままベンゾニトリルと呼ばれる化合物です。というわけで今回の問題は、ニトリルにグリニャール試薬を反応させる、つまりニトリルのグリニャール反応の問題ということになります。このニトリルのグリニャール反応って大学院入試にめちゃめちゃよく出てくるんですよ。例えば僕が投稿している動画の中だと、2019年と2022年の東京大学工学部の問題で出題されています。なんでそんなによく出てくるのかっていうと、もうグリニャール反応自体は基礎中の基礎反応すぎて、逆に普通のカルボニルへのグリニャール反応って出てこないまである問題なんですよ。ただいろんなパターンがあるグリニャール反応の中で、出発物をニトリルにするグリニャール反応っていうのが一番反応機構が長いんですよね。で、途中で間違えるポイントもいくつかあるよっていうことで、この問題非常によく出る問題になっています。というわけでね、しっかりニトリルのグリニャール反応について押さえておきましょう。では実際にこの問題について反応機構を見ながら解説をしていきます。最初にこっちの化合物ベンゼン環の部分をフェニルと略させてくださいね。 pH があって、ここに CN と書いてありますけど、このシアノ基っていうのは CN の三重結合を持っています。そして次、この矢印の上に書いてあるグリニャール試薬なんですけど、同じようにフェニルがあって MGBR と。で、こういう風になってるわけなんですけど、これってマグネシウムの部分、金属なのでプラスの電荷を持っています。もっと細かい話をすると、マグネシウムが2プラスで BR が1マイナスなので、これ全体でプラスという形ですね。で、そこにくっついているフェニル基というのが対応するようにマイナスの電荷を持っているわけです。この構造をしっかり見てあげると、ベンゼン環があって、ここから MGBR が出てるわけですよね。ここの部分がこういう風にベンゼン環になってるわけなんですけど、ベンゼン環なんで他の部分は全て水素がついていますよと。こういう風に全部水素がついていて、ここの部分が、この線がなくて、Mg の部分がプラス。そして、ここの炭素。この炭素には手が3本しかない状態で、こういう風にロンペアを持ってマイナス。こういう風な構造になっています。こういう風に炭素にロンペアが直接くっついていて、ここの部分がマイナスになっている。こういった構造をカルボアニオンと言います。そして実際にグリニャール試薬の中で反応に関係するのは、このカルボアニオンの部分ですから、こういったグリニャール試薬っていうのは、カルボアニオン透過体と考えることができるわけですね。そしたら、このカルボアニオンが、ここのニトリルの炭素に攻撃します。この炭素っていうのは窒素に電子を引っ張られているので、非常に給電子性が上がっています。なのでこういう風に電子ロンペアが攻撃して、この部分がプルンと上がると、こういう風な構造になります。こういう風な構造ですね。もともとついていたフェニル基がここで、こっち側、グリニャール試薬のフェニル基がこっち側にくっつきました。で、炭素窒素の三重結合がこういう風に二重結合になって、この結合分のロンペアがここに上がるので、こういう風にマイナスになります。ここね、もともと窒素の分にはロンペアがこういう風にありますから、ここにはロンペアがこういう風に2つできるということですね。そして、このステップで外れた MGBR というのがカウンターカチオンとしてくっついていますよと。ここまでで1段階目、ここの矢印までの反応は終了です。次に酸の水溶液で処理してあげるということなので、ここに H プラスを書いてあげますけど、この H プラスが
この窒素のマイナスをこういうふうにくっつけますね。こういうふうにプラスとマイナスでくっつけ合って、これだと下邪魔なんで消しますけど、この窒素の部分に H プラスがくっつくので、こういった構造になります。こういった構造ですね。このように炭素窒素の二重結合を持つような化合物をイミンと呼びます。このニトリルのグリニアル反応において最も間違える人が多いポイントはここなんですね。このイミンができた段階でなんとなく全ての試薬を使い切ったような感じがするので、これで終わりとそうしてしまう方が多いです。でもこの CN の二重結合という性質は普通のカルボニルを考えた時に R があって CO があって R がありますよと。こういった構造を考えた時にここの部分って給電子性が非常に高いですよね。ここの部分に例えば今回グリニアル試薬を例にすると R' の MgBr とこういうマイナスプラスという構造があった時に、この R のマイナスがここに攻撃してプルンと上がる。これはまさにこの炭素が給電子性が高いから起こる反応なんですね。で、同じようにこの部分も炭素よりも電気陰性度の高い窒素がくっついてるわけですね。なので、この炭素というのも当然給電子性が高いわけです。このカルボニルの場合でのこの矢印と同じように、炭素と窒素の二重結合の電子を窒素に引っ張っているという力は同じように働いています。なので、このイミンの場合もカルボニルと同じように、こういう矢印をかけるということなんですね。さあ、そしたらね、ここまで聞いた方の中には、もう一度この部分にグリニアル試薬が反応して、フェニルのカルボアニオンが攻撃するんで、フェニルが3つになるのか、そういったことをね、考えた方もいると思います。これも実は落とし穴で、ここの部分ね、わざと3の部分って矢印を分けて書いていますよね。もしここの部分がこういう書き方だったら、pH があって MgBr と、こうなっていて、H プラス H2O。こういう風に書いてある場合っていうのは、グリニアル試薬と酸と水、この3つが共存しているということを表しています。でも今回の場合、わざと分けて書いてあります。これはどういうことかっていうと、この1個目の矢印の時点で1回反応が終わりますよと。で、2段階目、3色のステップはまた全く別の反応なんですよということを表しているわけです。これと同じような書き方を1本の矢印にしようと思ったら、こういう書き方がありますね。1、2。こういう風に書くと、1段階目、この1段階目、で、2段階目はこの2段階目ですよと。こういう書き方がしてあったら、あ、この上と下の段っていうのは違う反応だなという風に理解してください。じゃあなんでここ分けて書いてあるのかっていうと、実はグリニアル試薬っていうのは、酸が存在するとすぐに失活してしまいます。考えてみれば当然で、この部分ってカルボアニオン透過体だったわけなので、炭素のマイナスなわけなんですね。この炭素のマイナスがニトリルだったり、イミンだったりといった中性の分子に攻撃するよりも、酸が存在している場合には H プラスとくっついて直接ベンゼンになった方が早いですよね。同じ理由で水もこの反応条件には不適切となります。なのでこの1段階目のステップでいくらグリニアル試薬を過剰に加えていたとしても、この状態で反応はストップするわけです。この部分って窒素のマイナスなわけなので、ここの部分給電子性は高くないんですね。むしろ電子が余っているので、この炭素っていうのはこういう風にね、電子を教えられています。なのでこいつに余っているグリニアル試薬というのは反応しません。で、酸を加えてイミンが生成したタイミングで、このプロトンによって残っているグリニアル試薬っていうのは全て失活してしまいます。なので、この矢印のここに書かれる化合物っていうのはグリニアル試薬ではないということなんですね。じゃあ、このイミンの炭素に攻撃するのは何かっていうと、これちょっと邪魔なんでもう一回消しますけど、今、境内に残っているグリニアル試薬っていうのは全てこの酸によって失活してベンゼンに変わっちゃってますから、ここに攻撃できるようなものって水しかないんですね。水というのは酸素の部分にロンペアを持っていますから、こうですね、OH2 と。この水のロンペアがここに攻撃して、こういう風な構造になります。こういう風な構造ですね。で、ここの部分はプラスと。ただこれちょっと注意してください。これ説明の都合でこういう風な構造を書きましたけども、実際にはこの最初のステップね、フェニルがあって、フェニルがあって、窒素 H と、こういう風なイミンの状態で、まず最初に反応するのは酸です。この窒素のロンペアが酸に攻撃して、こういう風になります。こういう風な構造ですね。こういう風にイミンがあってカチオンの状態、これをイミニウムイオンと言います。イミニウムイオンになったら、ここの部分の電子ってプラスの部分に強烈に引っ張られていますので、イミンの状態よりもさらに給電子性が上がっています。ここに水が攻撃するわけですね。ここに H2O のこのロンペアが
ここに攻撃してプルンと上がることで、こうなります。まあ、こうなりますと言っても、こういう風な状態ですね。pH、pH、OH2 プラスがあって、ここが、NH2 のアミンになっています。この部分注意してください。そもそもここ酸性水溶液って何度も言ってるわけなので、酸の水溶液中に窒素のマイナスなんていう化学種は一瞬でも存在できないんですね。なので最初に窒素の分をカチオンにしておいて、カチオンから中性のアミンができる。こういう風な反応機構にしてあげてください。このことをこの上のステップに書き加えてあげるとするなら、ここ酸があるので、H プラスとでも書いてあげて、この矢印ね、この矢印というのを直接このプロトンにくっつけてあげればいいということになります。そうするとここの部分は NH2 になって、こういうふうにね、中性になりますよと。これでワンステップで書くことができます。本当は先に H プラスがくっついて、次に水というステップなんですけど、まあ水が攻撃して、ここの部分がプロトンに攻撃すると。こういった書き方でもね、別に問題はありません。ただまあ不安な方はこういうふうにステップ分けて書いてあげると確実です。ということでね、この下の部分邪魔なんで消しますけど、で、今の段階で、ここ水が攻撃して、ここの部分がアミになったので、ここの部分 OH2 プラスという状態になっています。そしたら、この次のステップもワンステップで書いてあげると、まず水があるので、水によってここの酸のプロトンというのを奪います。こう、ごめんなさい、これちょっと黒で書いちゃったんですけど、で、ここの部分プルンと上がって、ここは OH になります。で、さらに酸性水溶液中なので、H プラスに、ここのロンペアがこういう風にくっついて、ここの部分ね、水素を付加して NH3 プラスという状態になります。そうすると、こういった構造になるわけですね。こういった構造です。この部分はアミンでしたけども、ここの部分はアンモニウムイオンになっています。そしたら、ここの OH の部分っていうのをちょっとごめんなさい、書き直してあげて、OH となっているとすると、このプロトンが H2O、水のロンペアによって引き抜かれることによって、ここがカルボニルになります。で、アンモニアの部分というのが外れて、こういう風な構造ができます。こういう風な構造ですね。で、結果として、ケトン、化合物としては、今回の場合は両方ともフェニル基でしたので、ジフェニルケトンという化合物が得られて、この反応は終了です。というわけでね、このニトリルのグリニアル反応、かなりね、注意しないといけないポイントがありました。まず、1個目注意するべきポイントというのは、この部分、イミンの段階で止めないこと。で、2つ目は、イミンに攻撃するのは、グリニアル試薬ではなくて、水だよっていうこと。なぜなら、グリニアル試薬は水と酸を加えた段階で、全て失活してしまっているからですね。で、最終的にズラズラと言って、ケトンができるんだよと。今回たまたま同じ置換機でしたけど、例えばこっちはフェニル基で、こっちがメチル基だった場合には、こういうふうにね、こっちがフェニル基で、こっちがメチル基といったケトンも当然作ることができます。というわけでね、今回はニトリルのグリニアル反応についての問題だったわけなんですけども、こういったタイプの問題は、因子にめちゃめちゃ出題されていますので、絶対に解けるようになっておいてくださいね。今回は生成物を示せという問題でしたけども、反応機構をかけっていうタイプの問題もよく出されていますので、しっかりと書けるようになっておいてください。ここからは少し余談になるんですけど、有機化学を結構勉強している方の中には、こういうふうにベンゼン環とベンゼン環のグリニアル試薬、この組み合わせを見たときにクロスカップリング反応を思い浮かべた方もいるかもしれません。人名反応でいうところの熊田玉尾古流カップリングという反応は、このようにグリニアル試薬を使ったクロスカップリング反応です。ただクロスカップリング反応の場合は、ここの部分シアノ基じゃなくてハロゲンなんかの化合物が使われるんですね。しかもこの2つだけじゃなくて、ニッケルだったりパラジウムだったりといった金属の触媒が必要になります。あんまりクロスカップリング反応が因子に出題されているのは見たことないんですけど、もしこの熊田玉尾古流カップリングについてちょっと詳しく見てみたいよという方は、クロスカップリング反応という動画を別で上げていますので、そちらを見ておいてください。せっかくね、日本人の名前がついている反応なので、この動画で初めて名前を聞いたよという方は何かの縁だと思って見てみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、少し話それちゃいましたけども、今回のようなグリーンアール反応の問題っていうのは因子に必ずといっていうほど出題されています。当然ニトリルに限らずとも、普通のカルボニルの反応っていうのも一問一答ぐらいの感じで気軽に出題されちゃう問題なので、反応機構とかも含めてね、しっかり押さえるようにしてください。普通のカルボニルタイプのグリニアル反応を見たい方は別の動画を作っていますので、概要欄から飛んで見ておいてくださいね。今回の動画役に立ったよという方は、チャンネル登録高評価ぜひお願いします。
今回の動画で共通問題2番の問題については全て解き終わりました。次の動画からは選択問題の6番に移りますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が役に立ったという方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ご指摘、リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。反応機構アプリはこちらの QR コードからインストールすることができます。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。